けましておめでとうございます。どうもブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。もう新しい年になっちゃいましたね。本当はね、昨日のうちにね、ちょっと動画を上げようと思ったんですけれども、昨日ちょっとね、配信をしてたんでなかなかちょっとできなくて今日になったんですけれども、まあ改めましてね、年も変わったっていうことで、去年の振り返りと今年どうしたいかみたいな、ちょっと抱負的な今日は動画にしたいなと思ってます。まずね、去年の振り返りとしまして、まあ配信の方ではね、私17ライブっていうところで配信をしてるんですけれども、そっちの方がね、あんまりちょっと勢いがちょっと衰退してきちゃって、っていうか配信そのものの勢いが落ちてるような気がする。その中で私みたいな、まあ、底辺のライバーになると、もうさらにね、その衰退具合が顕著に現れるんだけど、やっぱりライブ配信そのものの、そのアプリっていうのがたくさん増えすぎて、出始めの頃とは違って、やっぱりね、いいアプリが選ばれる風になってきてる。だから、あんまりサービスとかが良くないライブ配信アプリとかは、どん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 リスナーさんが減ってくる、他に取られちゃう、で淘汰されていくっていう感じで、なんかね、ぶっちゃけたところはちょっと17ライブに関してはもういろんなところに人が取られてるっていうのが顕著にわかる。私他のライブ配信アプリとかでも見るもん、結構、今まで17ってワンセブンライブね、ワンセブンライブでトップライバーとして活躍してたのが、あれっていつの間にかいなくなったと思ったらこっちにいたのっていう人結構見たもん。だから、まあ正直ワンセブンライブさんも昔の栄光にちょっとねすがりすぎてると、痛い目見るとって、もう見てると思う。お客さん随分取られたでしょっていう。だからあれはやっぱりね、そうだよね、課金任せのアプリにしちゃったのが多分敗因だと思うね。だからもっと見に来てくれる人たちが楽しめる、見に来てくれる人たちが何らかで還元されるようなサービスをもっと増やしていかないと、ただただ課金させるっていう自分たちが儲けるシステムばっかりに特化すると、あっという間にね、他のライブ配信アプリにお客さん取られていくと思う。今もうすでに取られていってるところで気づいた方がいいかなっていう、殺臭ばっかりじゃなくて、やっぱり還元もしていかないとね、やっぱりお客さんはついていかないと思う。さらにさ、今この物価高でみんな悲鳴を上げてる中、殺臭ばっかりに走ると当然のごとく見放されるよねっていう。まあ、配信アプリに関してはちょっとね、去年1年は自分にとってはちょっとダメな年だったなと、今年はどうなるか分かんない。だから、でも配信アプリに関しては私そんな儲けようなんてそういうのは考えてないからね、みんなと楽しくおしゃべりできて、それでなんかイベントとかやって盛り上がれればいいかなと思ってる。で、まあ、YouTube に関してなんですけど、ここ大事だよね。ここ一番なんだけど、私毎年さ、一番の大きな目標としてはさ、金の盾欲しいって10万人行きたいって言ってるんだけれども、まずそこに行くまでにはまず5万人ぐらい行かないとダメでしょうっていう、そこがまあ第一目標なんだけど、いまだに行けてなくって、去年も行けてなかった。今現在の登録者数でまだ2万8000いくらっていうところかな、500とかそのぐらいかなだと思ってるんだけど、せめてね、去年中に3万はいけたらよかったなとは思ってる。でもこれが現実だよね。増える時は増えるんだけど、動画のね、上げるネタによってね、一気にどっと減る時あるんですよ。これさ、触れてはいけない話題とかに触れちゃうとね、
どうしてもね、一気にね、登録者数減ったりする。びっくりするぐらい減るときある。200人とか平気で減るときあるから。まあでもね、私そんなさ、ネタに対して忖度とかしたくないじゃん。したくないじゃんって言ったらおかしいけど、したくないんですよ。ない人間。取り上げたいものは取り上げるし、言いたいことは言うし、その言うことに対して別におべっか使ったりとかしたくないから、はっきり言うから、悪いものは悪い、いいものはいい、どうなってんだよっていうふうに言うからね。まあその結果減ったら、それ仕方ないかな。多めに見て。で、今これを見てくださってる人、登録してくださってる人も、よかったらね、周りの人たちに、こんなブーチャンネルっていう、変態チャンネルあるよ、みたいなの教えてもらわないとありがたいですよね。で、あとは、私の、YouTube の、中でのジャンルで核となっている心霊スポットに関してなんですけど、去年よりはね、ちょっと回数が落ちてるよね、行ってる回数が。っていうのは、青森県で行くところがもうほぼほぼなくなったっていうのが現実。まあ DM では前に行ったあそこはもう一回行ってほしいですとか、結構ね、過去に行ったところまた次行くとまた違うかもしれないから行ってみてほしいとかっていうのはあるんですよ。それは全然いいんだけれども、ただ私の中でも前まで行けてたけど今ちょっと行けないなとかっていうところもあったりするっていうのは、心霊系の YouTuber って結構さ、最近逮捕されたりしてるじゃないですか。そういうので、おいそれとね、あんまりね、まあ、公共の場所とかだったら行けるんだけれども、その土地とか、その建物になってくると、なかなかね、難しいところも出始めてきてる。やっぱり撮影とかさせないように、入ったらダメみたいななったところもあるし、前まではそんなのなかったんだけど、だから難しくなってきてさ。で、ただね、収穫としてはね、今年はね、念願の、恐山撮影行けたからね、やっぱり恐山といえば日本三大霊場なんて言われてる有名どころだから、さすがに夜は入れないよ、あそこ。入れないけど、日中っていう形で、やっと恐山に行って撮影ができたんで、それは良かったなと思う。で、あとね、初コラボですよ。初コラボ。霊能者というか、不養子のタカさんっていう方いるんですけれども、MTV さんとかとコラボしたこともある方で、その方と一緒に撮影させてもらったっていうのがね、私の中ですごく面白かったし、いろんな話聞けて面白かった。私もさ、人の話をすべて1から10まで鵜呑みにするタイプではないから、人の話を聞いた上で、納得できる部分は納得するし、できない部分はできない部分で、まあ疑心暗鬼という感じで置いておくんだけど、結構ね、納得する部分が多くって、話を聞いて。だからね、すごく面白かった。で、タカさんそのものがね、物腰柔らかだし、押し付けがましいような喋り方する方じゃないので、すごく初めてだけどやりやすかったです。だからね、機会があったらね、またご一緒できたらいいなとは思ってます。ただね、お互いね、青森県のね、なんていうか、東と西側だから、青森って意外と広いんですよ。太平洋側から日本海側まで横幅あるから、だからなかなかね、会いましょうっつってすぐ会えるような距離でもないので、そこはなかなか難しいところなんだけど。で、あとね、だからその青森県内で行くところがだいぶなくなってきたから、だから今後はね、今まで行ったところにまた行くことも多くなると思うし、できることなら他県に行きたいなと思うんだけれども、やっぱり他県に行くとなるとね、ちょっとね、まとまった休みとかがないとなかなか難しいっていうのが現状なんですよ。現状。私普通に本職別な仕事をしてる身だからさ。
これ1本で食っていけてるんだったら、もう全国どこでも行きます。全国どこでも。それこそ、たらしめんさんみたいに日本一周とか、豆チャンネルさんとかみたいに行きます。行きますけれども、なかなかね、仕事をおろそかにっていうわけにもいかないので、稼げてれば、いずれは YouTube だけにシフトしたいんだけど、今の現状、もうそんなそんなっていう。だからね、皆さんなんとかね、皆さんも登録者を増やすのにご協力していただけると、視聴にご協力していただけると非常にありがたいです。あとはね、今まで通りっていうか、あれだよね、気になったニュースとかも政治的なものも取り上げるし、あと世界中のミステリーなものとか、UFO 的なもの、宇宙人的なものとかも取り上げていきたいと思う。その時その時にね、気になったこととか旬のニュースを取り上げていきたいと思うので、基本的にね、ブーチャンネル、このままね、現状維持しながらも、より多くの人に見ていただけるように、頑張ってまいりますので、なんとかね、今年もよろしくお願いいたします。